Nicht ein Channel, ai ai ai. Nicht ein Channel, ai ai ai. Ai wo, ai wo, kanatete yuku. Nicht ein Channel, ai ai ai. Nicht ein Channel, ai ai ai. Afureru, afureru, ai wo anata e. せーの、おやっとさ、せーの、おやっとさ、西田愛でーす。さて、今日はですね、ちょっとそこ、3分のボリュームでいいの？あ、ダメだ、いい、今クワイエットタイムだから。まあ、クワイエットタイム、クワイエットタイムなんですね。今、山梨県の富士山のすぐ近くの、なんていうのかな、コテージ、コテージに、うん、みんなで西愛チームで泊まりに来てます。まあもちろんお出かけ ASMR とか、あの YouTube の撮影で来てるんだけどね、今日せっかくだから、さっきバーベキューも終わってさ、ちょっとみんなでその残りのこのテンションで誰やめ、はい、誰やめをしてるところなんですけど、またこの後みんなを紹介するから、とりあえず乾杯させて。せーの、はい、乾杯。みんなおやとさ、おやとさ、やばい、ちょっとしとけなかった。大丈夫だよ、かわいい。はい、というわけで、いつも西愛チャンネル、まあ私がほとんど出てて、ほとんど全部出てて、でたまに湯川さんが出てきてて、でこのひろたさんと、そして水城ちゃんが、まあ美容系の時とかね、あとくすぐりの時の抑える役とかくすぐる役とか、なんかそういうので、あのちょくちょく登場はしてたんですが、西愛チャンネル1年も経ちましたし、今日は、みんなのことも紹介しつつ、まあ見て女子トーク、これちょっと顔ちっちゃく見えない、ずるいずるい、でもさっきはタオルもピンク、トップスもピンク、靴下もピンク、履いてた靴もピンク、バッグもピンク、これもちょっと、ね、そう、好きなんですね、何もかも毛布もピンク、ピンクピンク持ってきてる、幸せの色をまといてて、バッグもピンクでさ、幸せの色まあそんなわけで、みんなのことも知ってもらいつつ、裏テーマがありまして、20分間ノーカット、ノー編集でお届けするっていうことなんで、みんな必要最低限のことだけ言ってもらって余計なこと言わないでもらって、でさっきクワイエットタイムって言いましたけど、このそのバンガローのあるエリアが、もうこの時間をね、あのなんていうの、この時間以降はあのみんな静かに過ごしましょうっていう時間になってるんで、ちょっとこのぐらいの感じでお届けしたいと思いますって言いながら、もう3分経ってるからねいいね、20分制限、20分、いいね、じゃでもノーカットだから、じゃああれやろ、みんなでせーのでよろしくお願いしますってやろ。え、何それ号令みたいないっぱい煙浴びてさ、テンションがおかしくなって、じゃあやる、号令みたいな。ゆかさん酔っ払ってますか？じゃあ感じですか、あと何分、あと13分測ります。20分、今から20分 OK、 じゃあ今からね、じゃあこっから20分測りますから、いきます、タイマー、これでも見る、大丈夫かな、これ見て、でっかいビビビビとかやめてね、音じゃあ注意されるよ、海岸でにしましょうか、どんな音、あ、宇宙、あ、でかいでかい、あ、水晶、あ、違う、海岸がいいんだ、海岸で、はい、はい、OK、 はい、スタート、はい、いいよはい、始まりました、カウントダウン。で改めまして、西田愛です。私のことはもう今まで1年半かけてみんなには知ってもらってきてるんで、改めて自己紹介していこうか、ちょっとずつ。そうですね、最近、はい、チャンネル登録してみてもらうと、そうだね、どうぞ。どんな自己紹介すればいいんですか。名前、チャーム、名前、出身地、チャームポイント、よし、あと何だろう、何だろう、大丈夫大丈夫、そんな大丈夫大丈夫、雲じゃなくて大丈夫
名前出身地ちゃんポイントでと、いやあと一言。わかりました。どうぞ。ゆかわです。名前出身地、出身地は大阪です。大阪で、チャームポイントは小さい小指です。うわ一言よろしくお願いします。はい、ひろたです。出身地は兵庫県。そのマイクだから。そうなの。兵庫県です。チャームポイントは笑い方がキモいこと。よろしくお願いします。キモいんじゃない、豪快なだけ。豪快なこと。そしてマリです。どこもお店の人やね。そんな経験あるんですか。マリです。オッケー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 。じゃあ松山生まれです。愛媛ね。愛媛ね。そう。ジャンポイントはボイス。ボイス低音ボイス。低音ボイスね。低音。よろしくお願いしようかな。かっこいい声をね、というわけで上げてもらおう。あのチーム2試合はですね関西の女性ばっかりなんですよ。私は鹿児島ですけど。西だみんな。西だよね、みんな。西人。だから誰一人こう標準語を正しく喋れる人がいないから。確かに。日本語はそうやね。でもその分陽気っていうか明るいもんね、現場はいつもね。収録しててもね。まあ、本番暗いけど明るく頑張ってる。なんでそういうこと言う。嘘つき。誰よりもさっきからずっとはしゃいでたじゃん、今日も。すいません。面白い。じゃあ、うん、何の話する？ちょっとカメラが回った瞬間にみんなちょっと無口になっちゃって恥ずかしくなって。ちょっとさっきと面白い。はいはいはい。面白い面白い。ゆかさんいい感じになってきた。だよ。一本もあれば足りるでしょうとか言ってくる。足りるな今日は。いけるいける。まだワインもあるし。ね、これがこう YouTube に上がっちゃうということは誰でも見えるっていう、うん、この空間が誰でも見えるってやばくない？あの。すみません、私の場合何度かこれ出させていただいてますけど、はい、めっちゃ家族から言われ、家族というかいろんな人からめっちゃ言われて、あれ見たよって、ね、出てるからいっぱい。お母さん、この前お母さんから、あんたあれ見たで、なんなんあの動きって、あのハンドクラップのめっちゃ見てる。痩せるダンスね。お母さんめっちゃ見てる。すごい言われて、しかもお母さん知ってたんだよね、ハンドクラップを先に。先に踊ってたとは言ってたけど。若いな。この親ってこの子ありっていう、本当。と、あの最近 LINE でよく姪っ子、私のだからお母さんとお母さんの孫、私の姪っ子と私のお母さんで、よくあの西愛チャンネルの前の V を撮って送ってきてくれるんです。そう見た見た。ホワイトさーって言って、今からゼリーを食べまーすって言って。マジ？そういう動画が送られてきます。小学5年生だし、小学5年生と56歳、54歳、55歳。いいね。はい、嬉しいね。はい、知ってる、こう西愛チャンネルをやってるっていうこと。お母さん、お母さんに送ってますよ。あ、本当に。うん、言ってで、なんか、あんたが YouTuber なのって聞かれて初め、あんたが YouTuber なのわけわからなくて、お母さん、うん、でもちゃんと送って、こういう歌手の西田さんが、うん、もうやってるんだよって言って、なんかさ、誰かカンペとか書いてこの話してみたいなのやってくれないと、もう何の、そういう決まりでやるのじゃないんだって、今日だってもうあと15分やで。また15分ある。言ってる。友達は知ってます。お母さん見てって。友達知って、お母さんは？なんで？お母さん言ってよ。なんで？いや、なんで言ってよ。言ってよ。連絡しないから。あ、そうなんです。ちょっとあれか。ひろたさん、21歳、もうすぐ22歳。はい。若い。お母さんからしょっちゅう連絡が来るのに、既読スルーするんだよね。最近はちゃんと返しますよ。え、普通逆やね。ちゃんと返すように、でも言ったからさ、スタンプ1個でもいいから返してあげてって。1個よ。他が既読スルーあるけど、1個だけ全然聞いてみたいこと聞いていいですか。誰に？視聴者。うん、すぐ返ってこないよ、返事。コメント欲しいんですけど。あ、OKOK。 あなたの番ですにめっちゃハマってて、で、あなたのドラマですね。出た。はい、日テレさんのドラマでやってる、日曜の夜10時半からやってるドラマにすごくハマってて、うん、ハマりすぎた結果、YouTube ですごく考察動画を見てるんですよ。そうね、めっちゃあるらしいですね。はい、で、私はロクロクピっていう YouTube が好きなんですけど、ちょっと並びがそれっぽいなと思って。あ、今これが？そう、考察動画やってる時は3人やねんけど、うん、なんかそれを思い出して、で、もうみんなに見てって言ってね、誰も一回も見てくれへんから。周りはね、めっちゃ見てるんですよ。私、友達とずっと LINE して、うん、やってる間。放送のたびに飲みに行って、あれこれ言って、はい、
大好き。でも多分これアップする頃にはもう多分終わってるからもう。そうだね、はい、結末知ってんだね。だからもう結末がもし映画でとかなってたらやばいんですけど。あ、うん、あるパターン、あるパターンよ。それちょっとそれだけ今ね結構ありそうやマジで。だって今日今何曜日、日曜日じゃなかった、金曜日です。あ、金曜日ですか。そうなんですよ、もうすぐ終わるんですか。そうです、もうあと2回で終わるんで。まあまあまあ、すみませんね、皆さん。ゆうせい君かっこいいですもんね。よかったら見てください。今からまた機会があったら、途中からだとさ、ほらいいんです、もう追っかけで。だってさ、すごいもん、半年続いてるもんね、あのドラマ。そう、すごい。普通3ヶ月じゃん、日本のドラマって、うん、ワンクールが2クール目にさ、反撃編だっけ。よく知ってますね。いや、CM とかすごいからね、スタートしてて。てか周りがすごいよく知ってますね、てか毎週末明け言うってくるから。で、昨日のやつ見た、あ、見てないんかって。見た、あ、見てないんかって。毎週末明けあるよね、その話ね。フリーすぎる。クワイエットタイム、クワイエットタイム。これ、このまま4人出ちゃうから、あと13分。ちょっと仕切りお願いします。仕切るも何も、なんかいろいろ話すことありますよ。それ言うと、私は凪のおいとまにハマって。ちょっと待ってください。え、見てる。マジでやばい、やばいよな。見てます。見てない、ね、久しぶりに見てるんですけど。あ、全然どうぞ話してください。マジやばい。何がやばい。めっちゃやばい。キュンキュンしゅるしゅるの。超面白い。中村さんにここではすでに話し済みで、私はあの高橋、この間の回が神回、神回の方ね、にキュンキュンしてて、こちらは中村。ああ、ないない、絶対絶対絶対高橋一生。信じ信じ信じ。で、ああいうとこにそれは良くない傾向だと思う。あ、ダメダメ。そういう方にキュンキュンしちゃうのが。こっちもダメな方や。両方ダメなんでしょ、男は。ダメダメ。そんなことない。まだ分かんない。ちょっとドラマ進行中だから何も言えない。そう、おなぎさんがさ、おなぎさんで。なんかおなぎさんがいろいろ動いてるわけね。その両極端なダメ男の間で、うん、どっちもダメ。揺れ動いてないんですよ。それがいいんですよ。揺れ動いてないんだ。それは見てから言う。中村倫也さんの方にもう惹かれてんだ、完全に。だけど高橋一生さんが。あ、そういうことでもないんですか、ね、じゃあごめんなさい、見てないのにも余計なことを。三角関係とかでもないんですけど、はい、面白いんですよ、はい、なんか CM とかで、そう、目にかけるやつしか見たことないから。標本さんですかね。そうやろ。そうやね、それが気になってしゃあないのに。何時から。ありえそう、ありえそうな話なんですよね。しかもなんかちゃんと立川で撮影してて。え、そうなの。そう、立川の話なんですかね、多分。あ、そうなの。舞台がちゃんと立川でやってるんですよ、多分。でも立川地元じゃないじゃん。じゃないけど、行ったことあるのが。ああ、知ってる街。そう、びっくりした。そんな。というわけで、この垂れ流しは以上にしまして、テーマを決めてお送りしたいと思うんですが、ね、テーマ、はい、あと11分ですね、はい、テーマいただいていいですか。だからテーマとかそういうのいらないんだって。このくだり3回ぐらいやって、結局自分で仕切り直して話し始めるんだよ。さっきから。じゃあ好きなお菓子の話。誰が興味あるの。これピザポテト。さあ、西田さんは先にね、あるかもしれんけど。スーパームーチョ。今はスーパームーチョ。片揚げ、じゃがりこ。私大ザクも好き、あとポリンキーも好き、カールも好き。私これ好き、嘘しよう。これね、いいと思って今日買ってきた。これが出ちゃうのやべ。早く喋ろ。どうしよう、これ。何だったら本意気になる。すごい悪口とか書かれたら落ち込む。嘘です。いや、落ち込みますよ。もう夫の覚悟で。もうみんな分かったでしょ、やってるから。やってるからって、なんか鹿児島弁みたいになってる。これが普段のもうやってるから。この2試合女子チームの。分かった。じゃあテーマ出して、テーマ聞いて、質問していいですか。じゃあ今まで上げた動画で思い出に残ってる動画は。あ、いいと。まだまだ2試合チャンネル経過途中で、この振り返れるレベルではないかもしれませんが、まあ今まで上げた動画で何が思い出に残ってますかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、私はですね、ちょっと全部、そうそう、 MC もやるし、だんだん全部やるやん。どうぞ、なんか思い出に思い浮かんだ人からどうぞ。思い出に残ってる。はい、はい、どうぞ。自分は皆さんとじゃないですけど、うん、西田さんがアクセサリー作ったじゃないですか。作った、神の公園で。そうです、うん、あれが自分の初めての二人きりの、うんうんうん、そんな感じだった。いい思い出やね。ひろたさんピックアップしてるよ。知ってる。そう、ひろたさんは去年の4月からうちの、まあ、事務所にマネージャーとして入ってきて、でも2試合は3月にスタートしてて、撮影自体はもう2月末とか3月頭にしてたんだよね。2月から、はい、2月からもう動き出してたから、だから始まってしばらくしたタイミングで
途中参加してて、そのエピソード引っ張り出すあたりいいね。そうやったっけ。そうか、初めてです。そうそう、立ち上げの時いなかったので。でも私がすごく思う、あ、ちょっと横取りしないで、ひろたさんの番。あ、いいんです。これ今ちょっとすごい褒め合いみたいになっちゃうんですけど、その時にあの水晶ちゃんが、うん、あ、マリちゃんが、うん、マリちゃんが彼女に対してすごいカメラワークうまいねって言ってて、うん、それはとっても嬉しいところだったと思うんですよ。へぇ、すごい覚えてる。そこを感じ取って撮れてるのはすごいですね。いや覚えてないわ。そういう、私は結構、なんていうんですかね、うん、ビシバシ一言でやっちゃうから、うんうんうん、褒めることあんまできないんですけど、うん、その一言が素敵だったなと思って。へぇ、まあそんなにいいんです。いいね。本当に、ほんまにすぐ言ってた。撮ってカメラデータいただいて、ギガファイルでデータをもらった瞬間に言ってたから素敵だなって思って。そんなエピソードがあったの、うん、いいね、ほんといいね、いいね。沈黙はい、思い浮かんだ人次。いや、今考えてるの。私も考えてんの。私はなんだろうな。私はですね、一本ビール、5個もそうだよ、これ普段の半分ぐらいで1本いっぱいある。もう何本ぐらいあるんですか、今。何本ぐらいあるっけ。え、めっちゃある。100何本。いや、もう全然1年までってるでしょ。1年半経ってんのか。そうだな、1年半経ってる。いや、私はもう心霊動画とか、まあね、なんか、あと、え、一番の衝撃は、はい、私はどうぞ。いや、いや、どうぞ。では私はもうあれですよ、虫食べるやつです。ああ、泣いた。西井チャンネルで何回も泣いてますけど、うん、井の頭公園、あの、あれ、私、あの、なんか初泣きじゃない、あれ。あの、なんていうのかな、殻を破ってる感じがもうめちゃめちゃしますんで。途中で吹っ切れてたもんね、あんなに嫌がってたのに。それです、一番。確かに、美味しいって言って嫌なことをずっと避けて通ってきたんだけど、こう、立ち向かう、出さないと西井チャンネルで撮られるからっていう覚悟の上、カメラは頑張った結果、あの、できなかったことをいっぱいやってますから、殻を破った、ええ、心霊スポットに行ったこと、そうだね、虫を食べたこと、なんでいらんわすごい人生経験豊富な、いらいらいら、そんな感じですね。どうぞ。私も、あの、普段の西井といえばこの場所だよねみたいなところでやるその定番の撮影はもちろん楽しいんだけど、やっぱそうじゃない、やっぱ外に、今回もそうだけどさ、お出かけしてその場でハプニング的になんか巻き起こるいろんなものがあって、今日だってさ日中、まあ、いろんなとこで撮影したんですけど、プランにないことだらけだったもんね。確かに。あ、今のこの風景すごい、ここで撮ろうっつってパーって止まってその場で撮ったりとか、うん、何撮んのここでみたいなさ、絵だけは決まってるけど、じゃあいざ何しようとかもその場でみんなで出し合って考えてやったりとか、そういう、なんつうんだろうね、アドリブ感が外はより一層出るから、うん、決め打ちでやるね、なんか企画とか、うん、ASMR ももちろん楽しいし、みんなも楽しんでくれてると思うんですけど、やっぱお出かけが、みんなカメラ見て話聞こう、うん、いや、一人だけなんか怠け者みたいな人がいるんですけど、奥に茶色い怠け者がマリちゃんはでもやっぱ初めの初めかな。私紹介していい？マリちゃんは撮るの？マリちゃんのことを紹介した。マリちゃんはあの、もう普通に撮影毎回こう一緒にやってるんですけど、土曜日の美容動画は全部マリちゃん。そうだね。あともう一つサムネイルも全部マリちゃん。サムネは全部マリちゃんやってますから。もう全部。サムネイルというのはあの動画が上がった時のなんか写真みたいな。そう。この動画はこんなやつみたいなね。いや、食寝る。何とか満たすサムネ作るみたいな。ああ、一日のそのなんかもう全部入ってるんですよ、うん、三大欲に入ってるみたいな。三大三大欲に入ってるの。なんかそう、なんかこう政治的なものになってるみたいな。うん、自分の中でのね、うん、政治的なものになってる私も今ごめん、スルーしようか、あ、どうせ編集でカットすればいいやと思ってこれノーカットだからあと4分あれだ、もう日常化してる。日常化してるって言いたかったんだよね。みたいな。でももっとそれをかっこよく言いたかったから、うん、ちょっと感じつかったのねちょっと間違ったね。間違った、残念、すいません。ちょっとあの、だいぶマリちゃんも今日飲まれてるんで勘弁してあげてください。楽しい、ワイン飲んでます。で、ひろたさんもう一個いこう。もう一個、うん、私はイライラ、はい、すいません、ついついね、サンドイッチしたくなった
炭酸ください。西田さんなんかないの？1回目は本当印象的でした、マジで。うん、確かに。なんかどんぐらい、やっぱりその西田さんがどんぐらいそのなんか YouTube でなんだろう、一人でカメラ前に急に喋って、うん、どんな人かしてましたけど、うん、いつもどんな風になるんだろうみたいな。西田チャンネルまでがっつりなんか、ね、ずっと一緒になんか知ってたもんね。ちょっと知ってただけで、うん、いざこうなった時に、うん、いざでもそのできる人でもできんじゃないですか、多分こうなった時に、うん、なんか急に一人でソロプレイするのって大変じゃないですか、まあね、話せる人でも、うん、どんな感じなんだろうなと思った時に、もう無限だもんね。感動したな、ね、嬉しい、いけるなみたいな、そうこの人すごいなっていう。ありがとう。いや感動、そう、あの感動がね。でも本当にそのなんていうの、前は別の、前はっていうか、まあ、別のお仕事でご一緒させていただく中で一緒に YouTube やりましょうってなったからね、うんうん、そういう思いがより強い、ちょっと見てる方にどこまで伝わるかわかんないですけど、うん、はい、仕事の枠を飛び越、仕事の枠を飛び越えて一緒にこう、なんかこう、うん、デートの時間を削ってやってるみたいなのは。そうですよ。いや、そうだね。でも、ほんとさ、ない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 、デートがないってこと、それは、うん、あ、まあ、そこはね。カットできない。そうだね。え、今日もさ、さっきもそのバーベキューしたり、みんなでさ、一緒にスーパーに買い出し行ったりとかさ、撮影のこの移動中もそうだけど、本当にもう、なんていうの、こういう仕事っていうか、一個のプロジェクトをする仲間とかっていうのをもう飛び越えたもん、一個家族だもんね、なんかね。そうですね、うん、そんな感じがする。ガンマイク、ガンマイク、お出かけ ASMR。 いや、あれは衝撃的だったな。あれがだって初めてのお出かけ。そうですよ、まさか。楽しかった。あんな本格的な照明ね、でかでかい音声さんのマイクを、どれ畑みたいな人、もっと日が来んね、畑の人ね。 NHK ですかって言われたことあったもんね、おばあちゃんたちから通りすがりに。あ、YouTube ですでも食べれんから、そうそう、ちょっと控えって、ごめんなさい、今聞こえ出せなくて。いや、おもろかったな。そんな頃からね、いろいろトライしてますね。何分？あと1分50分。あら、はよ、お前みたいな。いやいやいや、どのぐらい経ったのかなと思って。言い残したことない？これノーカットだから本当にこのまま使われますけど、思い残すことないですか？もうちょっと出したかったな、自分を。日頃見ていただいてる皆様、片言片言、そこでまさかね、出ると思ってなかったから、こうなんか、ね、あまりコメントとかいいねとか返信とかも十分にはできてないんですが、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。私たちも楽しく動画を作らせていただいております。そうですよ、うん、本当によろしければ、これからも一緒に西愛チャンネルを、作っていただけたらと思いますので、お腹だったので誰か、うんうん、私消化中ですよ。厳しいコメントは西愛一人の時の言葉に入れて、そうですね、この動画はみんなお疲れ様っていうコメントをいただければなと。そうだね、なんちゃって、そうね。どうしよう、あと30秒。いや、普段は本当にこんな、ね、差し迫ってるみたいな西愛チャンネルってことで、私が一人で喋ったりいろいろやったりして、たまにゆかわさんが出たりとかしてますけど、本当にいろんなね、ここ今ここに映ってるこのメンバーだけじゃなくて、いろんな人の力を借りて、ものすごい本数をね、いつもアップすることもできてるんで、なんか、うん、いい機会でしたね、今日は。いや、いいと思う。いい機会だったよね。ねえ、だってこんなことを明かす機会もなかったじゃん、これまで。明かしちゃったって感じですね。そう、明かしちゃったって感じ。ああ、みんな並んで顔出しちゃったって。裏、マジ裏。湯川さんなんて今まで顔を隠してきたのに。徹底してマスクか、クマさん。あの時出てるやん。いつ？結構出てるやん。ダーニナーのとこ。意外と出てる。ドン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 。でーってって。隠し忘れたりして、ちょこちょこ。隠し S ってかなんかのハイパーゲームの時にも、隠したのも出てるから。結構早々に出てた。そう。そう、ずいぶん前から編集のタイミングでチェックしてたら、逆にみんなが気づいてくれて、れ、私のミスです。顔出てますけど大丈夫ですか？ゆかさんのミス、マジミス、あれは本当に。
でもあの歌手としてもね、西大の普通のコンサートとかライブの会場でもあの YouTube を見てくれてる人たちは面白い、井川さんですよねってね、私以外も井川さんですよねって声かけてくれる子もいたりして、ね、この前のファンレターも私嬉しかったんですけど、北海道でね中学3年生の女の子があの YouTube 見てファンですって、それいいですね、その話で、お手紙自己紹介とね、 YouTube のこういうとこが好きですって、井川さんのことも応援してます、井川さん頑張ってみたいな、井川さんへのエールも書いてあって、井川さんもで、で、ゆかわさんがいつも失敗する動画が好きですって書いてた、二人羽織メイクが好き、数字ある、もっと数字ある、自信持って失敗する、数字ある、中3女子からの数字あるから、すごい、で、なんかその歌手の方もこれからはその応援していきたいと思います、もう YouTube 先行で歌手をの方にね、あの現場に来てくれたりとかして、いいそのね、手紙の一番最後に三竹のイラストが書いてあった、そう、あれか、そう、このね、私たちがさ、いつも YouTube で焼酎飲むときって三竹を紹介してるから、そんな頻繁に出てきてないですよ、ね、そうなの、三竹キャラっていうのをさ、もう認識してくれる、中3の子だよ、すごい、まあ、他にもいっぱいいろんな焼酎好きなんですけどね、え、どうしたどうした飲んでるの、三竹も大好きやのに、なんか三竹だけでなったら、いや、他にも飲んできないなと思って、そうだよ、三竹以外もだけど、2試合で一番最初に紹介したのがさ見たけだったじゃん、カルピス割を紹介した時が、それは見てたってことですね、あの頃から見てくれてんのかなとかさ、焼酎、ね、好きっていうキャラがもうなんか、ほんまや、中3の子にね、あのイラストがすごい、本当、そう、あのイラストに中3がお酒のグッて持っていかれた、いたけど、というわけで、はい、もう20分は遠に過ぎてますので、はい、締めコメントを、はい、ひろたさんの方からしていただきましょう、お願いします、なんでお願いします、嘘、西田さんした方がいいんじゃない、いや、面白かったな、でもどうぞ、チャンネル登録と取らないでよ、ではどうぞ、では皆さん締め込め、いつものここからあれが流れるエンディングが、一緒に言いましょう、ちょっと一緒に言いましょう、一緒に横で口パクするか、ひろちゃんさ、しゃべってちょっと前来て、ひろちゃん、いくよ、はい、高評価ボタンとチャンネル登録、ツイッターとインスタのフォローもよろしくお願いします、西田愛でした、せーの、愛がともさ、全然揃わないじゃん、みんなでやろう、定番じゃんこれは、なんかこれを見てる人はどう思ってんのかなと思って冷静になっちゃって、いいんすよ、いいのね、これはこういう回ってことで、あ、オッケーオッケー、うん、いい、今これがあればいいのね、はい、ひたすらロケやりまくった、あとバーベキューして飲んで飲んでこれだからっていうのを時系列がね、こういろいろあった上での、うん、そうだね、はい、というわけで西大と湯川とひろととまりですでしたでしたでしたせーの、愛がともさげました、あ、クワイエットタイム、クワイエットタイム、ちょうど切れた、クワイエットタイム、あ、切れた、切れた、オッケー、愛がともさげました、チャンネル登録よろしくお願いします。